杉本寺は神奈川県鎌倉市二階堂にある天台宗の寺院。三号は大倉山。本尊は十一面観音で坂道十三箇所、鎌倉三十三箇所の第一番札所である。鎌倉最古の寺とされ、山道途中に苔むした石段があることでも知られている。七百三十一年東国の旅をしていた行記が、ここが、 観音様を祀る場所にふさわしいと考え、自ら掘った十一面観音を安置したことから、始まり、七百三十四年、光明皇后が観音菩薩のお告げにより、東国の治安の安定を願い、右大臣、藤原房崎と行基に本堂を建立させたと伝わる。忍受元年に、縁人が参見し十一面観音菩薩を自ら、刻み安置し、 かん二年花山法王の命により、原神が十一面観音菩薩を自ら刻み安置し、その後花山法王が巡礼したと伝わる。自伝によると、地五年道具が消失しているが、この時観本尊の御像三尊柄、本堂から出て、境内二の大杉の下に何したとことから、杉の本の観音と呼ばれるようになったと伝わる。あずまによれば、中世には、 大倉観音堂と呼ばれ、文治5年の火災時には、別途清大坊が、炎の中から本尊を持ち出し無事であったされる。道書には、研究2年源頼朝が当時を参拝し、修理料を寄進したとあり、その時に、御前立の十一面観音堂殺像を寄進したと、される。背後にはかつて、杉本城があり、足利法の武将で、 鎌倉不出寺を務めた芝課長が寄ったが、南朝方の北畠秋家に攻められ、この寺で自害している。金沢街道から石段を登った先に山門が立ち、さらに登ったところに本堂が立つ。山門から本堂へ登る正面の鎌倉石の石段はすり減って苔むしており通行禁止で、参拝者は左側の新しい階段を使用する。本堂の裏山は、 杉本城跡であり、本堂右手前には、杉本城の戦いで戦死した、柴課長と一族の供養党とされる、石塔群がある。鎌倉地域で見られる、矢倉と呼ばれる横穴がある。毎月1日18日観音ごまともごん主。ありがとうございます。